はいどうもこんばんは、昆虫たち発足です。ライトトラップをやっているんですが、まあいつも通りの透過装備なんですけど、今回ちょっとすごいことになってまして、ちょっととある場所の透過設備を使わせていただけることになりまして、なんとゴリゴリのこれ水銀灯ですね。めちゃくちゃ明るい。ちょっとあえて場所は伏せますけども、まあ分かる人には分かる場所かなと思います。わざわざね、僕らのためにこのライトトラップつけてくださいました。それに比べて私のライトときたらしょぼい。こんなんで何が来んねん。いやーやばいな。とりあえず今回の狙いは秋の蛾なんですけど、この前も言った通りクロウスタビっていう秋の蛾を狙いでやっていきたいと思います。なんか今これを言っちゃったことで来ない気がするんですけど、どうですか。いいんじゃないですか軽いんだよクロスは日没後結構割とすぐに飛来する蛾なので、結構短期決戦かなと思います。じゃあよろしくお願いします。来ました。これ黄色霧がね、秋の霧がですね、美しいですね。そう、これね、霧がにしたら色物だから綺麗なんです。確かに霧がってちょっと地味な色のイメージ、うん、なるほど、色物の霧がですか。これいいやつですね。いいやつですね。これが黄色かな。黄色すか。これ取らんの。あ、僕ですか。うん、どうかな。はい、これが黄色霧がですね。めちゃくちゃ綺麗だな。新鮮なことや、なんか茶色の模様っぽく見えて、えんじ色の模様っぽい色合いがしてるのが逆にまたいいですね。これはウストビモンナミシャクだけかな。まあ寒いからね、爆発とまではいかないですけど、ちらほら来てますね、秋の蛾が。はい、こちら剣門緑霧がめちゃくちゃ綺麗だな。もう発生したてほやほやのビカビカの本気の剣毛緑霧がですね、これがね結構劣化しちゃうと色がね褪せちゃったりするんですけど、この綺麗なミント色はね今この時期にしか見れないですね。うわーめっちゃ綺麗で、これ湿気とかで色がね黄色く変色しちゃったりするので標本管理がすごく難しいんですけど、ちょっとリベンジしようかな。はい、今回狙っているクロウスタビなんですけど、音で分かる通り川の近くですね、渓流沿いに入ってるキハダっていう植物を主に食草としています。ミカン科の植物で、ミヤマカラサギハとかと同じ食草ですね。でこれがね結構山地の方にしか生えてなくて、なのでちょっとね分布が局所的になります。捕獲難易度ねちょっと高いんですよ、他の山前たちと比べて。で発生するシーズンも9月から10月にかけてのその短い期間、本当に短い期間しか発生しないので、なかなか発生のタイミングを捉えて捕まえるっていうのが結構難しい種類になるんですよね。日本で一番捕獲難易度が高いのって個人的には歯車ヤママイだと思うんですけども、本州のヤママイというと僕はクロウスタビ、自転オナガミザオなんじゃないかなと思っているぐらい、クロウスタビっていうのは、まあ、本州でいう憧れのヤママユですね。入った。誰ですか。姫山。おー、いいね。ちょっと模様見ようですね。姫山眉来ましたね、早速。でこんな時間に来るんだな。ちょっとねボロボロなんで、この子はこの辺の幕に止まっていただけないと。まあ、ゆっくりしてけ。姫山2頭目。あ、いい答えじゃない。姫山いるね。取っちゃって、ポロって多分落ちてくると思う。ほら。本当だ。そうなんだ。寒いからか。そう。うん、いいねいいね。いい答えですね。可愛い色が綺麗ですね。結構綺麗じゃん。ですね。いや、この子はお持ち帰りということで。はい。しかも結構綺麗じゃないですかこの答え。やばい。さっさ取っちゃいましょう。取っちゃいましょう。せんちゃうともったいない。ありましたね。嘘だろ。やったぜ。あ、アンモニア来るよ。あ。はい、いいよ。変わる。やば。紫こんなでかいんだ。でかいっすね。一緒。絶対紫だと思ったんですよ。こんなでかいんだから俺白だと思った。イエス。どこ。やば、なぜこんなでかいの。でっかいっすね。いや、特段でかい個体とか。やばいってこれ。一緒。やりましたね。やったね。しかも、擦れてる個体なら来たって言ってたけど、だいぶ綺麗じゃないですかこれ。クソ感じゃん。やった、嬉しいな。言葉出ねえな。やりましたね。
メスだ。メスなんですね。だからでかいのか。なるほど。いや紫か。紫エグいですね。え、こんなでかいんだ紫。閉まったら後でじゃあ僕動画撮らせてもらえます。うん、俺も写真後で撮ろう。あ、そうだ、写真も大事。うわ、これきっしょマジで。俺白下だと思った絶対。はい、今ね8度ですね、約。超絶寒いですね。しかしよくこんな気温でガー飛んでくるよな。8時半過ぎですね。早いね、飛んでくるの。この時期だから深夜帯飛来はあんまないのかな。はい、こちら紫下場、ちょっとチラッと見せます。あー、きっしょ。さっきからきっしょしか言葉が出てこないけど、すごいですね、紫の下羽ね。イシタバとかの仲間はカトカラって言うんですけど、そのカトカラの中の王様ですね。カトカラの王。え、なんで網の中にヒメヤも入ってんの？え、入れました？ハッサさん、いや入れてないでしょ。今紫下羽を説明してる途中でしょうが。なんでですか？ちょっと模様チェックだけ。あ、でもポロポロですね。ヒメヤママユです。何もしてないけど勝手に網の中に入ってました。どういうこと？はい、そしてカレ、こちらカトカラの王です。ここちょっと山地なので標高高くて、秋の虫たちって標高高いと発生が早くなるみたいで、この時期は結構ボロボロが多いんですけど、この個体ガチでドカンピーみたいな感じの個体ですね。すれかけほぼないんじゃないかなっていうぐらいビカビカのキモキモですね。メスだから多分発生が遅くてこんな綺麗なのかなと思います。オスはね多分もうちょっとボロですね、いたとしても。いや何はともあれ嬉しいんだけど、取れると思ってなかったからちょっと喜び方がわからないです。あー、いやー取れましたか。うわマジか、やっばすげーこの色。きっしょ。いや、いいっすねこれ。あ、心拍数がすげえ。しかも結構綺麗だな。めっちゃ綺麗だ。締めよう。そうですね、もうこんなんどうだか。どこれがクロスタビ。綺麗ですね。黒いね。なんかあの全身の頑丈紋というかちょっと変形してさ、ハートっぽくなってるのがすごく可愛いんですよ。んでこのちょっとラインがピンク色っぽい、この辺のラインがピンクっぽいのもまた可愛いと。いやでもこの配色素晴らしいよな。誰が考えたんですかね。金もマジでめちゃくちゃ褒めてるけど。しかもこれオスでそこそこ綺麗な個体かな。まあ多少スレはあるけど、もうこんなんスレとはカウントしないぐらい綺麗な個体ですね。あー、これに会いに来たんですよ。よかった、会えて。でこっちのヒメヤママよね、ちょっとこのピンク色っぽい感じ、全身のこの付け根あたりがピンク色っぽい感じがしてすごく綺麗なので、ちょっとつまんでしまいました。あー贅沢だ。贅沢ですね。これは緑キシタヤガでは、うわー2頭目かな。実はさっき撮ったんですけど、これキシタヤガの仲間ですよ。いいガです。これ前回別の山で灰色キシタヤガっていうねやつ取り逃がしてるんで、緑キシタヤガ撮っときましょう。うわ、いいガだねこれ。キシタバみたいに下羽が黄色いんですけど、これはちょっと別のオンイヤガの仲間ですね。閉じると全然わかんないっていう。はい、こちらヒメヤママユですね。これ今日すごいけどね、数は比較的多いので結構簡単に会える種類なんですけど、この秋といったらやっぱりヒメヤママユが代表的な蚊ですよね。結構個体によっていろいろ変異があったりするので、あの骨化型とかね、このねヒメヤママユもヤママユみたいにとても面白い蚊です。秋になったらぜひね皆さんもいろんな個体のヒメヤママユ比べてみてください。世話しない姫山マユ。カバンの中に入ろうとした。カバンの中にパッと目につく姫山たちを集めてみました。なんかこうやって見るだけでも意外とね個体変異があって面白いですよね。ほらこの子とか縁取りが結構オレンジ色っぽいというかピンク色っぽいんですけど、この子も薄い。まあこの辺は正直あのスレの問題とかもあるんですけど、もうスレちゃって結構薄い色になってますね。まあでも、あ、この個体すごい綺麗だけど触覚欠損したりしてるのはちょっともったいないですね。1,2,3,4,5,6,7 今日10頭以上来てますね。姫山のピークなんですね今は。あ、でもメスまだ来てないからな。メスちょっと見てみたいな。姫山眉姫山眉っていうか、まあ、そもそもこういう秋にライトをやったのが初めてなんですけど、うん、姫山って別にこんなに普通にたくさんいるっていうわけでもないんですか？いやまあ普通にいますね、姫山は。でもまあ多いかなみたいな。
うん、個体数は全然クロースとかより断然多い。なるほど。はい、というわけでちょっと撤収作業ですね。そうですね、あのだいぶいい時間になってきて寒いので、ちょっとここを後にして標高下げて街灯巡りしようかなと思います。それにしてもライトトラップでクロース見れたわ、村下見れたわ、姫山たくさん見れたわで大満足でしたね。結構満足できましたね。もう本当感謝ですね、準備してくれた皆様。にしてもやっぱりあれですね、石垣だと深夜飛来とかありましたけど、やっぱこの時期になるともう深夜はきついんですね。あーやっぱ止まってよかった。すげえ。上にも姫山前もいますよね。姫山いるね。やりました、2投目のクロス、しかも超綺麗。あ、格子かけてるわ。あ、でもめっちゃ綺麗だなこの個体。ちょっと下ってきた回あったね。いや、いいですね、街灯巡りもいいですね。ねー、締めます。やったー、これ白下場、また蚊とかの仲間が取れました。標高を下げてきたというか、丸々ポイント自体を変えてきたんですけど、当たりでしたね。いやー、よかったよかった。白下場って名前の通り下羽が白いんですよね。別種に大白下場っていうのもいるんですけど、大白下場よりこの白下場の方がでかいです。かっちょいい。これも蚊とかの仲間ですね。海星さん車の中で寝てたけど残念だな、これ見れたのに。はっはっは。ここから下道で何時間ぐらいですか？30分ですか？